チルチングトレーンエクスプレストックスまたはハンビ200は2000年8月から大韓民国で進行中の鉄道技術研究開発事業と既存の高速化実用技術開発事業の一環として開発中である最初の車体傾斜式特急型電車である韓国型フリコ特急電車韓国型傾斜式列車エクスプレスティルティング列車などの役例がある2006年に ロテムで試作車両が完成。2007年3月に納入され、韓国鉄道技術研究院で実験や検証がされた。開発には860億ウォンが投入されたという。国土部は新しい線路を付設せず従来の鉄道の速度を高めるのに最も経済的で効果的な手段と広報して曲線区間が多い大白線、中北線にまず投入し、 運行時間を最大約20%短縮する計画を公表した。しかし、開発、性能試験をほぼ終えた2011年に突如、方針変更し、投入予定だった路線は全て直線化、高速化することになり、本技術は使用されなくなった。TTX は、電気機械式アクチュエータを適用した、リンク式車体傾車台車を使用する、車体傾車式電車である。 傾斜作動のための曲線の検出は加速度とジャイロセンサーだけでなく GPS を利用した衛星信号によっても可能である。韓国ファイバーが開発したカーボンハニカム複合材を一体成形した車体を採用しており同程度の強度を持たせた構成車体に比べ40%程度の重量削減効果を上げた。定説システムと 精霊産業で開発された台車の軸バネは、円筒積装式で、枕バネには空気バネを採用した。曲線侵入前に、あらかじめ車体を傾けて侵入することで、従来の車両よりも、曲線で約時速 20km 以上の速度向上を図ることができる。終電装置も、傾斜時乗り線を防止するために、台車と連動して、逆方向に傾斜させることができる。 終電装置の下部は逆傾斜のために、モーターとベルトにより駆動されるスラッジ構造になっている。制御システムは、可変電圧可変周波数制御方式の1ユニットのコンバータとインバータが3小誘導電動機2台を一括制御する。電装品は、ウススム3電が開発し、設計最高速度持続 200km の高速性能を発揮する。 列車制御システムには TCMS を車体傾斜式電車に合わせて改良して搭載した。ありがとうございます。